幻覚宇宙人メトロン星人ジュニア。彼はかつてウルトラセブンと対決したメトロン星人の実の息子である。ヤプールが地球壊滅のために送り込んだ妖精ゴランを迎撃するためにタックが開発したミサイルマリア1号を破壊したばかりか、急ぎ用意されたマリア2号も破壊すべく、タックの山中隊員の婚約者マヤに乗り移って暗躍した。武器は両腕から放つショック光線だ。ガ長寿ドラゴリー、ヤプールがマリア1号2号を破壊するために直々に送り込んだ長寿である。長寿の中でも一番の力持ちで、何でも叩き壊し踏みつぶしてしまう。ウルトラマンエースを危機に追い込んだその実力は計り知れないものがある。口から吐く火炎や手から打ち出すロケット弾も今までの鳥獣のものより格段に強化されている。巨大王怪獣ムルチ2代目ウルトラマンエースがメトロン星人ジュニアやドラゴリーと戦っているロケット発射場の地底から突然姿を見せたこの怪獣は、かつてウルトラマンジャックと戦ったあのムルチの同類である。初代とは体色がやや異なる程度で大きな差異は見られない。